オリズルランは、キジカクシカオリズルラン属に属する常緑多年草。観葉植物として、よく栽培される。葉は、根室状で、細長く、大株になると4、50センチメートルほどになる。色は緑色で、柔らかく、艶がない。原種には、基本的にブチがないが、園芸分野においては、不入りのものが非常に多く栽培される。品種は、 ブチの入る場所により葉の円が白い外藩を、外ふおりずる欄、葉の中央が白い中藩を、中ふおりずる欄と呼んでいる。根は太い。半の色は、株の栄養状態に左右され、貧栄養状態では白、不栄養になると、黄色や、黄緑色になる。ある程度成長すると細長い家系を高く伸ばし、白い花がその複数箇所でまばらに咲く。 その後果樹に不定目ができて、花柄は栄養繁殖を行うランナーとなり、新しい株を作る。この株の様子がオリズ鶴に似ていることから名付けられた。ランナー及び花は1年中発生する。なお、オリズル鶴卵は単体で種子まで作ることができ、花が咲いた後は受粉し、栄養状況等に問題がなければ、発芽可能な種子ができる。乾燥には非常に強く、 太い根の中に水分を蓄えているので葉がすべて枯れるほど乾燥させても水を与えればまた新芽を出すことができ、過過失な環境においても根腐れが起きにくい。ただし、水分が不足すると葉の先端から枯れてくるので見栄えは悪くなる。害虫では貝殻虫に注意が必要である。ランナーでよく増え、丈夫で栽培が容易なことから、観葉植物として、 またグラウンドカバーとしても使用される。1984年に NASA が行った実験では空気中のホルムアルデヒドを歯に吸着する能力が高く室内の空気清浄効果があることが示された。原産地は熱帯アフリカから南アフリカ。ありがとうございます。